デルデルデル、おはようございます。釣り子 TV です。今日はね、秋の風物詩、江戸前のハゼ。これを狙いに来ましたよ。で、ね、これせっかく買ったっきりあんまり使えてなかったモンスターキスのですね、MX0。これでね、ハゼ楽しみたいと思います。じゃあ師匠、今日はお願いします。どこですか？え、ここ？こっから行くの？これすごい安全ルート。安全ルートだ。安全ルート。どうぞ。あ、いいですか、先に。おお。案外近所に住んでいながら初体験、江戸川放水路のハゼっちゃう。うわー、カニいっぱいね。こういうとこで捕まえるんだ。じゃあここで始めましょうか。はい、青磯さんで。今日のベイトですね。気が悪いね。静かめだね。静かめですね。ああ MX0。 夏に使い切んなかった手長エビ釣り玉浮き仕掛けを、ハリス変えてハゼ仕様で使ってみたいと思います。さあ、ハリスある？ハリスね、ここに今2本出してたから。わお、サンキュー承知しどういうことですか、これ。いや、さっき引っ張り出すときに出ないと思ってハリス長さどんぐらい？ハリス長さこんなもんから浮いてるからね、それね。うんうん、こっちで調整すればいいから、うん、短くていいんじゃない？はい、短すぎっかな。ちょっと寂しいね。でも立ち込めるとこでやるわけだから、うん、全然短くていい。スーさんの本格的だね。アホみたいに石盛りをつけたすげえわ。ハサミも一応ある。いや、いい。いらない。よし。ハゼ釣りスタンバイ。ガンガン前進して。はい。入水。もういいの、こんなとこから。あ、なんか走り回ってんな。早い。短いようだったらあれして。うん。当たってんじゃん。違うか。食ってた。当たってるよね。何も気づけてない。おっしゃ、おー、来たよ、ちっぴちゃんね。はい、江戸前のハゼね。 MX0 と秋の風物詩ハゼです。おお、来た来た。あー、逃げた。餌が大きいのかな、ちょっと。すごいな、好奇心旺盛なハゼが浮きをしゃぶりに来るね。え、おお、来た来た来た。あー、おちびちゃん、おちびちゃん、いやー、かわいいサイズ。さあ、深いところに行って。餌入る？大丈夫？大丈夫大丈夫。すごい入れ食いだね。あー、おちびちゃん、おちびちゃん、入れ食い。
ネー食い。ちっちゃいな。餌だけ持ってかれんな。おお。でかい？いや、すんごい当たりしたのに。ああ。おお、持ってかれ、ああ違う。でかい。ちっちゃい。ちっちゃい。あ、ちっちゃいな。リリースサイズ。ほ、チビちゃん。チビちゃんだな。大丈夫そう。おう、全然。食い回り、ビッグアゼいないかな。おお、あーチビだな。おお、ずっと同じので言ってる。口のとこつけてっかな。運んでる運んでる、ど、あーダメだ。お、どうだ、あーちょっどうだろう、これこれリリースサイズかな。とりあえず入れとく。どうなんだろう。もうキープしとかないとさ。あとあとちっちゃすぎやしでかいっていう。ああ。チビちゃんだな。おお、あ、ビッグ。あ、今でかかったな。ウロ？わかる、なんだろうね。違う魚かな。なんかちょっと。おお。おお、わあ、ダメだ。おい、おちびちゃん。ポン。お、これはこれ、これキープ。はーい。ダメだ。シーバスをやってるからのはずだから、サイズ感覚が完全にダメだ。わかんない。どれがナイスサイズ。そうだね。ちょっと。まだ行ってます。すげえな。結構しっかりしたやつつけた。長いんで初めてからこの釣り、はい、もうかれこれ30年ぐらいはやってるんで。一応やってるんで。四半世紀以上だよ。わあ、立ち込みながら満ちてくのがわかるな。もう俺の膝ぐらいまでいったな。おちっちゃいか。ういー、いい感じで数を伸ばしております、外掛け選手。
竿でこの仕掛けでちょっと横に倒してやってみたら、おブッて入るのが分かるから。じゃあ俺のモンスターキス餌変えてもいいよ。ああいいよ。スーさんそれ。ああクソクソがついてこれで。で横に倒すんだよ。ドンってやって。あれがブッて入る。はあ面白いね。合わせるの難しい、ね。結構結構丹沢はね丹沢の難しさがある。お、あーこれもむずいな初めてやると。わかった。お、チュンチュンって入った。おお、イエイ。やった、しもり仕掛け。面白いな。おい。これすげえ釣れんな、スーさんのスーパーセッティングパネ。お、あーこんだけ入ってたのか。どうだ。おー引く引く引く、よいしょー。あー綺麗綺麗だぞな。嘘だろ、でかかった。え、なんだこれ、でかい。お、クロダイだ。クロダイ、あ、ちょっと取材したい。取材したいが根がかりした。あー大事大事。でってでー、おークロダイです。いいなぁ、そういうのいいなぁ。もうちょっとで年なしレベルだね。え、ちょっとでかいわ。でかいわこれ。これピチピチですよ。うぇー、クロダイです。久々です。当たってるけどね。当たってるよ、ね、ちっちゃいなぁ。俺のイメージするハゼってもっと大きいんだけど、なんだろうな。おお、ちっちゃいか。おお、わあちっちゃいか。もっと前進しだしたな。うん。おかしいな、俺のには来ないな、でかいな。あーおちびちゃん、いいな。スーさんが釣ったぐらいの、せめてあんくらいは欲しいよね。クロダイ1匹ぐらい欲しいな。クロダイ欲しい。おー、ちっちゃかった。むずいな。遊んじゃう、もうさすがに怖くないか、丸くなってるか。おーおおー、ローリングローリング。おお、でかいでかいでかい。よっしゃーよっしゃー、ついに来ました。やっとランカーサイズ来ましたよ。でかい。でかい？でかい。でかいよね。でかいよ。これでかいよね。でかいよ。ね、今日の中で言ったら。もう今日の中で言ったらもう。もうランカーサイズのマハゼ。
このどうもな、うわー危ない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 、くそー。じゃあキープします。キープです。よし、集まってきました。スーさんのでかいのこっちにいる読みが当たってるね。やった、当たったね。GoTo 使って大島行きたいよね。あー、あれ、あ、そっか、東京も、うん、東京都だな。あれももしかしたら5000円もらえるのかな。どうだけかな。どうすればいいのあれって。おー、すげえでけえと思ったら小さかった。ちょっと返して、餌返して、餌返して、餌返して、ありがとう。あ、お、ホワイトバードも岸際でスピーディーに食ってんな。さっきまでリールあったよね、あれ。マジで誰か忘れてったの。ああ、これもうお持ち帰りですよ。うなぎ釣りとかに使う。ナマズとかも削られてもいいし、なんでもいいやつ。カオスだな、そんなものが置いたまんま。おお、たまに大きいのが混じるんですが、基本はまだまだもうちょっと大きくなってね、サイズ。じゃあいこう。もうちょっと大きくなって、もうちょっと寒い季節に連れてね。おお、これ沖にすげえベイトのベルトがあるな。あ、すごいね、あれね。ねえ、中サイサイズ。ちょっと小さいか、小さいな。浮いてる。え、置いたのが流れてきたの。だったよ。スーさん、これ何ですか。これ拾ったもう竿ですね。拾ったのがなんでこんな板の上置いといたらまた戻ってきちゃったね。ああ、泥とかつかないように。どんどん満ちてっから。シュールすぎるんだけど。また、だってあれ流れてくんだろ、こっちに。風でしょ。あれ流れて行っちゃったらもうダメだね。さすがに気づくよな。ここまで気づかなかったからな。静かに忍び寄ってきたの。あらない。この辺俺がガシャガシャ歩いたからかな。
早く釣ってくれよ。スーさんの今映そうと思ったら俺の芋食っちゃってたよほら。さあ待ってたら。なんならちょっとサイズが良くなってんじゃない。